章の穂積は日本の騎手、調教師である。1930年代に地方競馬から公認競馬の騎手に転じ、1951年まで活動。後に調教師へ転身し、1979年の東京優秀、1981年の天皇賞などを制した桂ツの排税子や、1988年の大歌賞優勝馬荒法徳などを管理した。 長教師、通算六千三十二千五百九十三章、内重賞十八章。日本中央競馬会長教師の今光ミツグと章の安氏は、それぞれまたいである。1935年頃、三勝一級者の兄弟弟子と、前列左が章の、隣は坂口章司、後列左は久保田金蔵、後列右は八田武雄。九百十六年、 北海道猿群門別町の農家に9人兄弟の罰師として生まれる。幼少の頃から臨床で家で飼っていた農工場などを乗りこなし、高等小学校卒業後は近所にあった牧場で競争場を乗り回して遊んでいた。この様子を見た道場主の池内佐治から池内が罰県庁教師として旧舎を構えると山県で騎手になることを勧められ、十五歳の 時に、池内に伴って、富山県内郡保内村の八尾競馬場に移り、騎手見習いとなった。池内は、乗馬を足しなんだ者の,の本職の乗り手ではなく、小路はほぼ独学で、非常技術を習得した。翌1932年夏、富山競馬場で騎手としてデビュー。この年は目立った成績はなかったが、翌年夏の富山競馬場の開催では、 メイン競争の富山日報杯を含む9勝を挙げ、他一人と共に開催された勝利騎手となった。翌1934年2月、翔野は池内の中介で、阪神競馬クラブ、ナルオ競馬場の三馬勝一級者へ移籍し、地方競馬から公認競馬の騎手見習いとして再出発した。同会では1935年に騎士免許を取得。 章の自身が語ったところによれば、同年春季の福島開催において初桜という馬に乗り、初起乗、初勝利を挙げたとされているが、別の取材記には、同年6月11日に新潟で、初起乗、初勝利は7月23日の函館開催において、クラックファンタで挙げたとされている。未魔球者には、兄弟種が多く、騎乗機会が少なかったが、平地、障害、 つなぎが即歩と、あらゆる形態の騎乗をこなし、全国各地の競馬場を渡り歩いた。1943年末、太平洋戦争の激化により徴兵を受け、北海道を旭川市で兵役に着いた。終戦後に復員した後は、三馬勝一の弟、信二を頼って、京都競馬場に移り、競馬が再開されるまでダバによる運搬業で生計を立てた。 1946年に競馬が再開されると、小野は、つなぎが速歩競争に才能を発揮し、1948年の元石正夫級社移籍後は、騎乗依頼とともに、馬の調教依頼も数多く、事実上調教師としての活動も並行した。やがて競馬会の幹部より正式に調教師免許を取得するよう促され、1951年に免許を取得し、 騎士を引退した。騎士としては確認可能な範囲で通算117勝を挙げている。同年、阪神競馬場で旧車を開業。しばらくは平地とともになぎが速歩競争に力を注ぎ、双方でほぼ同等の勝利を挙げていた。長らく重賞勝利など目立った成績はなかったが、なぎが速歩の衰退、廃止を受けて平地に注力を始め、 1967年にはタフネスで朝日チャレンジカップを制し開業18年目の重賞初勝利を挙げた。1970年代後半には高一サブローで3つの重賞を勝利。1979年には同馬種のカツラの敗成湖で日本ダービーを制し8大競争をクラシック競争初制覇を果たした。同馬は1970年代前半に 空前の競馬ブームを巻き起こした、敗成功の初年度3区であり、同馬の初勝利時から、小野のもとには激励の手紙が殺到していたという。同馬は、以後、頭骨の骨折などがあって、長期の休養もあったが、1 9 8一年に、天皇賞にも優勝した。1 9 8八年、小野はまた、老いの生産所有馬である荒い宝徳と、老いの所有馬である潮のロマンを用して、 品馬クラシック路線に臨んだ。初戦の大歌唱では、アラ荒法徳が、潮のロマンを、ゴール前で差し切って優勝し、クラシック史上5例目の同級馬による、ワンツーを達成した。競争後のパレードに用いられた馬車には、アラ荒法徳関係者に加えて、潮のロマンの馬手ショ章の秋彦も同乗し、競馬界の広報士、優秀は、ショ章のファミリーにとって、バンバン材の大歌唱と伝えた。 両馬は続く、優秀品馬への前哨戦、産経スポーツ賞4歳品馬特別でも1、2着を占めたが、荒ォー得1番人気、塩のロマン2番人気で臨んだ本番のオークスでは、それぞれ7、5着に終わった。同年、章野は関西の優秀長教師賞を受賞した。1990年代初頭にも3頭の重賞勝利馬を育て、 1994年2月28日をもって定年で長教師を引退した。通算6032,593章。その後は故郷、北海道に戻り、2001年1月17日に病気により84歳で死去した。ありがとうございます。